お久しぶりです。ペイペイ。ペイペイじゃない。メイメイだよ、サマエル君って。君、本当にサマエル君？偽物だよね。残念だよ。私も残念です。かつての先輩を手にかけるのは。その言い草、まさか私に勝てると思ってるんじゃないだろうね、偽オエル君。バードストライクだけじゃ勝負にならないでしょう。まさかゴミ食ってカーカー喜んでるオバカラスで私に勝てるとでも。オバカラスなんか、じゃあ私は倒せないよ。私に勝ちたかったらドラゴンでも釣れ。どれがゴミ食ってカーカー喜んでるオバカラスだって、フィッチスタッチ、ワルケンバンチしたのか。一緒、なんでカラスがフィジギフなんだよ。姉様の術式、カスガイガラス操術、その真骨頂、一寸先は唐揚げ。一生鶏肉が食えない縛りを結ぶ代価として、鬼殺隊に優秀なカスガイガラスを仲間にできる。鬼殺隊にこんな優秀なカスガイガラスいた。こんなフィジギフなカスガイガラスいた。おお、みんなケンタッキーか唐揚げになっちまって、生き残ってマイナスキに親を食われた奴があれだけだった。キー様は何しにここに来た。カスガイガラス、そして鬼殺隊の勝利の役に立つためで、俺はそっぱー死ぬー。そのキッカー気になってまーす。やってるな、カスガイガラスの通過儀礼だ。それまでやってきたゴミ漁る生活を否定し、まっさらな状態からカスガイガラスを育てるためには必要な過程だ。おや、何も言われていないカスガイガラスがいるようですが。ああ、すでに通過儀礼を終えた者には必要ない。数年前に親をイノスキに食われたカスガイガラスだ。面構えが違う。それからおめえら肝に銘じとけ。言いましたカスガイガラスはジャーンに並んでるだろ。これが基礎線のジャーンだ。カスガイガラスですって晩御飯に挨拶する意味ないか。海を漁ることしか脳がねえ鳥がよ、俺たちを晩御飯だ。なめてじゃねえぞこれ。たかがカラス一匹俺からすりゃな。次のセリフは赤子を殺すより楽な作業よ。何やの、このカラス絶対強いやんけ。敵の行動を先読みできる能力はもう強キャラの特徴が抜欠しょる。上限の差を舐めてんじゃねえぞ。てめえは俺が絶対殺す。あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞ。何？絶対とか必ずとか完璧とか究極とかそういう言葉を頻繁に使うやつほど弱く見える。言葉に重みがないからだ。絶対なんて絶対ないってそれはもう絶対なんだ。言ってしまったらそれ以上はない。故に強すぎる言葉は可能性を潰してしまう危険性を表す。それに上限の3とか知ったこっちゃない。さらに俺は東大生だと叫んでいるようなものだぞ。オバハイカラス、いや上限の1だろうが2だろうが3だろうが君のことは餌にしか見えないよ。カカ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 。ディベートもアイゼン並みに強いやんけ。もブリーダーはひろゆきか。所詮人間はハートの森だ。とことん上から支配してやるぜ。島田カスガイガラス崩壊構成。黙れカス、オバハイに命令すんな。殺すぞ。やめなさい。いや全然懐いてないやんけ。たしまいざこうとがりあうとしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはジャースケー。今はただ歯磨きに感謝を。